こんにちは。柏隆一の今日のインテリの始めさせていただきます。今日は中露の協力がウクライナ戦を変えると、こういうテーマについてお話ししようとう思います。まあね、まず最初にね、あのプーチンの運命なんですけど。だいぶバランスが傾きつつあるなあっていう気がしています。まあ当然、プーチンにとって不利な方向にと、こういうことなんですけど。やっぱりあの I. C. P. O. から戦争犯罪人ですか。国際司法裁判所か。それから戦争裁判所に戦争犯罪人として指定されたっていうのは。結構大きかったんじゃないかなと。 普通に考えるんだったら、これでロシアプーチンはロシアから外遊できなくなったと。ねそういうことでしょう。まあ、アメリカ行ったり、イギリス行ったりとか、それはもうできなくなったんですね。もう一つは、トルコね。トルコがフィンランドの NATO 加盟を認めると。そういうステップまで進みました。フィンランドフィンランドのスウェーデンか。スウェーデンはちょっとまだなんですけどね。まあ、トルコの情勢はね、やっぱり大統領選なんですよ。今年大統領選があります。 ですから、エルドアンが負ければスウェーデンも NATO に加盟することになるんじゃないかと、まあ、だからだんだん,こ,うなんすかこのままいけばあのプーチンがや,やばい方向に向かっていくとそういう感じなんですね。でもここでねやっぱりもし、えー、全体の構造を一斉に変えてしまう要素がもしあるとすればそれはやっぱり中国の協力なんですよね。ロシアに対して中国はどののらいまで協力するのか。 とということですまあ最初にねあの中国から輸出されている武器っていう話からちょっと始めましょう、まあ、これ全部今日のやつは全部エクスプレスなんですけどねちょっと行きましょうかワシントン DC の中国大使館は中国が危機の当事者ではなく紛争のどちらの側にも武器を提供していないと主張し中国を拠点に置く企業がロシアの団体に最大1000のアサルトライフォルを発送したっていうデータが示されたと中国企業は NATO 加盟国のトルコと UAE を経由するウ回イルートで ロシアの団体に装備,を装備を送っていることがデータ上明らかになっていると、まあ、税関データが残ってますからねそれで明らかだとこういうことなんですね2022年6月から12月にかけて、えー、北京の中国政府とつ,つながりを持つ企業から、えー、軍事目的に使用される,る一連の出荷が確認されていると出品,、えー、っと出,品出荷品の中には薬船長のアサルトライフルあとドローン部品あとボディアーマーですねあの防弾チョッキそういうことでしょうね えこれれも含まれますとでポリティコこれはアメリカのサイトですね政治系のポリティコが初めて入手したデータによると国営の防衛受け負い業者である中国兵器工業集団有限公使いわゆるノリンコというやつですねあの英語で言ったらチャイナ・ノース・インダストリーズ・グループ・コーポレーション・リミテッドとこういうんですかノリンコノリンコって言うんですねでこれは2020年2022年6月にロシアの国家や軍との取引のある えー、テククリーム車に、えー、ライフル銃を送っていたことが分かったと。だからやっぱりうか,うかい迂回貿易でね、えー、それで、えー、ロシアに入っているとこういうことなんですよね。しかし以前中国の人民武装警察の手元で使用されていた CQA モデルの銃器は、えー、民間用狩猟ライフルとグ付けされていた。ここのののデータはこの武器はウクライナでの え使用を目的としたものではないことを示しており戦場へ向かう可能性のある商業製品のデュアルユース出荷となるといわゆる狩猟用ライフルですかそういう枠組みで輸出されているものもあるとこういうことなんですねで実際にドローンがもう実際には中国のドローンがウクライナ戦線でえっと <coughs> 撃墜されていますこれに関するニュースもありますちょっとこれも紹介しましょうねウクライナは20キロのミサイルを搭載した武器化された中国の爆撃ドローンを撃墜したと ロシア軍は中国のドローンメーカーと紙風ドローンの大量生産について話し合っていた,話し合っていたという報道があったとウクライナ軍は東部の紛争地帯で中国製の爆撃機ドローンを撃墜したロシアに拠点を置くスパイがドローンが飛び立つと地元の治安当局に警告したためであるとウクライナ領土防衛隊第111旅団の戦闘員は AK47 アサルトライフルを使用し土曜日の午前2時ごろ東部ドネツク州のスロベアンスク付近で2 0キロ爆弾を積んだ低空飛行の、えー、とムージン5というんでしょうかねムージン5ドローンを撃墜したムージン5ってこんなやつですわこの作戦は現在、えー、米国の CNN に確認されておりドネツクの旗に墜落したドローンが、えー、写っている写真が掲載されているとウクライナの保安局 SBU は 3月11日夜 CNN にロシア占領地にいるエージェントがドローンがウクライナの陣地を攻撃するために発射されたと,発射されたと警告したと述べた SBU はその後スロバンスク付近の軍事部隊に警告を発し AK47 アサルトライフルで航空機を撃墜したと。 えー、ウクライナ領土,領土防衛隊111両団のメンバーは頭上でドローンの音を聞いた後ドローン音,音すごく音がするんですよあれね、えー、そして木々の間から機体のライトが点滅しているのを見たと述べていると昔から信号灯から、えー、と音から信号灯から、えー、部隊はそれに向かってたくさん発砲し UAV を倒したと。 えー、脅威に対処するために招集された35歳の領土防衛軍兵士、えー、マクシムワクだったと。無人機に近づくと約2 0ラムの爆弾が搭載されていると主張し兵士たちはその,その後米国製の解体用爆弾を接続して爆発させ5 0 0ル離れた安全な場所に退避した。爆発の大きさを目の当たりにした兵士たちはもし爆撃機であるドローンが 撃墜されていなければどのような被害が出ていたのかを理解したとすごい被害が出たなとこういうことなんですね CNN が引用した引用にえっと専門家によると爆弾は 3D プロントされた部品で作られていた可能性が高いというと。だから確かに、ね、中国から直接輸入したというよりもロシアが 3D プリンターで作ったかもしれないとこういうことですねあるいは中国で作ったやつはそのまま持ってきたのかもしれないけどね やっぱり 3D プリンターっていうのはちゃんと自衛隊もちゃんと備えていつでもちゃんといろんな部品を作れるっていう練習を日頃からしとかとあげまへんな。ムージン5ドローンはアリババやタオバオといった中国の特定のウェブサイトで最大12,400ポンドで市販されていることからしばしばアリババドローンと呼ばれていると。中国のアモイン・イホン・ショーグムージン・リミティドは この事件を深く残念なことと呼び CNN の取材に対し同社のドローンであることを確認していた。まあだからうちは輸出してないんですけどなんか勝手に流れていきちゃいましたそういうわけなんでしょうね。彼らは自社のせ機器を戦争に使用することを容認しないとし侵攻が始まった時点でウクライナとロシアの両国に自社モデルの販売を中止したと主張していると。しかし武器・軍事品質情報の専門家でコンサルタント会社 えーとアーマメントリサーチサービスのディレクターである、えー、ジェンテン・ジョーンズ氏は、えー「両国がこの技術を戦場で使用したという証拠がある」と述べている。ウクライナのルハンスク州に設置されたモスクワのエージェントはウクライナ軍が発射したムージン5ドローンを撃墜したと主張したと。えー、この無人機の撃墜はウクライナ戦争における中国の直接的な影響力を示すものではないがロシアと ウクライナの両軍が長期化する戦争のコストを下げようとしていることを示唆するものでありこの無人機の使用は両軍がより公式な,公式な立場で使用するものに比べて、えー、安価な代替手段であると。A えー、元英陸軍将校でドローン戦の専門家であるクリス・リンカーン・ジョーンズ氏は ウクライナ兵が撃墜した武器付きドローンを「えー、ソヤで洗練されていない」と表現し、えー、ロシアが、えー、欧米が考えているほど戦争に熟達していないことを示唆していると付け加えたあちょっっと茶々だったんでしょう、ね、どう茶ゃかっていうとリンカー・ジョーズ氏は次のように語っていると私たちが見ていたこの特殊なドローンはまともなカメラが搭載されていればもっと効果的だったはずです。カメラがつい綺いなカメラがついていなかったとこういうことでしょうね。 うんまあ、これは非常に素,やで、えー、素朴であまりに技術的に進んでいない、えー、作戦遂行方法のようだとまあだからすごい茶チ,チな使い方をしているとこういうことじゃないでしょうか、まあ、ロシア側の兵士にねそれ使いこなせるだけの能力がないとそういうことなのかもしれませんでもまあもうドローンは絶対使うとそういうことですよねだから早くやっぱりドローンを日頃から練習するっていうんですかそういうことをやっぱりやっておかないといけないなそういう具合に感じました その次ね、中国製武器の評価っていう点に関してやっぱりこういう記事もありましたエクスプレスからなんですけどね、えー、いきますよ中国からの致命的な援助はロシアにとってゲームチェンジャーである可能性があるとえーえー、っとジョナソン・ボード博士はロシアと中国のが冷戦以来のどの時期時期と比べても接近していると考えていると中国の致命的な援助はたとえ少量であってもウクライナにおけるロシアにとって ゲームチェンジやとなる可能性があると米国に拠点を置く専門家が警告しているとワシントンに拠点を置くシンクタンクアトラス財団の創設者であるジョナソン・ウォード博士は「西側諸国はヨーロッパと南シナ海の両方で中国と対峙しなければならない」と述べるとともに「西側企業は手遅れになる前に中国とのビジネス関係を緊急に断ち切らなければならない」と説いた。 そうなんですよね。だからもうここまで来たら中国とロシア合体する寸前だ。そういう評価ですよね。えー、ウォード博士は中国の習近平主席が来月えー、今月ですね。今月ロシアを訪問し、えー、プーチン大統領と会談する計画を確認したことを受けて発言したと。 これとは別に本日発表されたデータによると中国企業は2020年2022年6月におよそ1000兆のアサルトライフルドローン部員ウォード・ヤーマーをロシアに出荷したとウォ、えー、ード博士はエクスプレスに語ったと,、えー、っとモスクワと北京の両方にとって中国とロシアのパートナーシップはそれぞれヨーロッパとアジアに対する戦略の中心でありこのパートナーシップによってそれぞれの地域で 米国と米国の同盟国に同時に立ち向かうことができると。だから二ついたら、ロシアと中国が一緒に組んだらですね。えー、っと、米国と米国の同盟国に対して、共に対抗することができるんだと。とこういうことですね。二千二十二年の、えー、中露ノーリミットパートナーシップ宣言の一環として。プーチンは中国の台湾に対する主張を支持することを約束し。 習近平は欧州の NATO に対してロシアの支持を約束したとウォード博士は指摘したまた冷戦初期の中枢同盟以来これほど緊密なロシアと中国の関係は見たことがありませんしかし民主主義国家は長期的にまだこの関係を分解できるかもしれませんまあねロシアと中国はねスプリットできるとそういうことですねそういうことできるかもしれないとと述べてますとで2022年のウクライナ侵攻以来 中国はロシアに対する経済的外交的イデオロギー的支援は強固なものとなっていると今後注目されるのは中国がモスクワに対する軍事支援を、えー戦,えー、と戦場的意義を持つレベルにまで拡大するかどうかにあるとだもっとねだから本格的にね中国もロシアに対して軍事物資に援助するかどうかこういうことですねモスクワへの少量な致命的な援助でも特にノリンコのような主要な国有企業を通じて行われるなら ゲームチェンジだととなるだろうと、えー、ロシアへの致命的な援助はアメリカやヨーロッパ諸国が北京との経済関係を根本的に、えー、縮小する原因になるはずだと。だからこれで中国はもうあちら側に行ってしまうとさようなら、ね、ロシアと一緒に頑張ってねみたいなそんな感じになってしまうとこういうことですね。2月24日にロシアがウクライナに侵攻して以来、えー、昨年を通じて2つの超大国は 各搭載爆撃機の共同飛行や陸海空での演習を含む定期的な軍事演習を行っており結果として西側の西側に関係が強固であるという強いシグナルを送っているとウォード博士が指摘していますまたロシ,アのロシアと中国の関係を融合させる上で中国の国有企業の役割は過小過小評価されていますだ、ね、米国の制裁はロシア市場でまだ創業しているこれらの中国国有企業を対象とするべきだ。 まだ制裁に対なからロシアでねロシアであの活動している中国企業はあるわけですよね習近平の太平洋地域での軍備増強とロシアのウクライナ侵攻は米国の同盟国が両地域でこの軸に、えー、特に経済力を使って立ち向かわねばならないことを意味しているとロシアで事業を失った米国の投資家やビジネスリーダーは中国での軌道修正をする準備を、えー、しなければならない。 このまま,ではこのまま状況がエスカレートすれば多くの人がもはや対処できないリスクを抱えることになるでしょう。今こそ企業や投資家の、えー、投資家戦略を見直し中国市場で出口を探すべきときた習近平が来週モスクワを訪問する予定であることは、えー、今週ですね、えー、モスクワを訪問する予定であることはプーチンにとって大きな追い風になるとともに北京の外交的野心が強まっていることを強調するものであると。 米国は本日、えー、今回の会議で中国がウクライナの停戦をロシアの征服の批准として、えー、提案することを反対すると述べたとそれに対してあのホワイトハウスの、ね、ジョン・カービー国家安全保障会議報道官は、えー、ウクライナの、うん、ゼレンスキー大統領に接触し戦争に対する同国の見解を,見解を聞き一方的な提案を避けるように終始に促したと中国はモスクワ侵略を非難することを拒否しながらも えー、この戦紛争において中立,中立であることを示そうとしていると。北京は欧米の対モスクワ制裁を、えー、非難し NATO と米国がプー,チンプーチンの軍事行動を挑発したと非難しているとまあね結局こう中国の、ね、関与ねロシアに対する関与が <coughs>、えー、まあすで,すでにある程度の関与が行われていてこれ以上やっぱりこう中国がロシアに肩入れするんだったらという可能性が今生まれてるわけですよね。 その関与が明らかにになれば対中経済包囲網完完全に完成するだろうだからさっきねウォード博士が言ってたみたいにあ中国からも逃,れ逃れる準備をしなさいというのは本当にその通りなんですよねだからこのウクライナ戦に乗じて中国が一層孤立化するっていう可能性が一歩で残ってるわけですよね多分そうなるんじゃないかとかやっぱりこう中国のねこの習近平の動向というのはやっぱ要注意で見とかなきゃいかんとこういうことですね。 アサルトライフとか送ってるんですからね、えー、その段階でも、えー、中国を経済封鎖してもいいと僕は思うんですけどまあ一応、えー、こんな感じですだから結局あれですよねこの今回の中ロ首脳会談ですかこの行方がどうなるかその実態がねどのぐらい中国からロシアに援助が流れるかそれがやっぱりすごく今後の焦点になるだろう やっぱりこれがゲームチェンジになるかもしれないって言ってる人はいるってことはやっぱり我々もちょっと覚えておかなきゃいけないかなとう思うわけですねじゃあ今日はこのぐらいでよろしかったよファンやポチョそしてチャンネル登録もぜひお願いしますそしてあのサンクス本当助かってますありがとうございますいやなかなかね本当に本当助かってますんでぜひお願いしますねじゃあ今日はこれでおしまいします